大竹紳士講友録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。はい、毎度ということでですね。先週から、あのライザップ。まだ筋トレはこれからなんですけども、食事制限はスタートして。しましたか。したんですよ。今何キロ落ちましたか。えっと、先週から三キロ落ちました。すごいね。三キロ。まだね。見た目には分から。ないけど見た目は多分あんまり。でも、なんかちょっとすっきりしたなと。そう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 、テレビ、テレビに出て、あの音声さんがマイクを。 シャツの中につけてくれるんですけどあっさんマイクが通りやすくなりましたんでここがキロ端にやっててマイクを通すのがなかなか難しかったちょっとんだのね見た目はね大したことないけどねでも実際に3キロってたとんでもない量だないでお肉で見たらすごいですもんね3キロってそうそうそれでねライザップがね心配して今先週徹底的な健康診断っていうのをやってもう MRI から CT スキャンから全部調べたんですよ したらですね。そのシー、CT、スキャンってこう輪切りが全部見られるんですね。で、お腹の輪切りを見たら、ちょうどあのお肉屋さんに霜降り牛肉を置いた。あれと同じ状態になってて、あの体の。<laughs> ほぼ全部分が内臓脂肪っていう状態になっていてですねああ外側と中側と両方にあるわけあ<の>脂肪が輪切りで見ると下脂肪があってちょっと筋肉があるんですよ薄くであと全部内臓脂肪うえもうほぼ、うん 脂肪でできているんだっていうのがよく分かりましたね。うん、もうペンギンでもこれだけないんじゃないかっていうぐらい。ねえー、で,で,で3キロ落としたので苦労したんですかいやあんまりあの炭水化物立ちをしたのとジュースとコーラをやめたんですよ。でもね すっごい新しい発見があって私生まれてこの方飲み物はジュースかコーラじゃないと生きていけないんだと思ってきたんですけど今の水とかお茶とか水とお茶そうそう水とお茶でも意外と普通に生きられるんだっていうのが発見できたってこんなにジュース飲んでたのすっげ飲んでましたね日 ゴロポノみたんじゃないで良、えー、かったじゃないですかやめてあだからなんか、うん、こう普通になったっていうのかもしれません、ねうん、だからでもなぜかも,もうこう、うん、先にコマーシャルに出るぞっていうのを発表したのは初めてのケースなんですってだから、うんうん、これ。 途中危険がもうできないわけですよダメなんだだから訴えられるもんね訴えられちゃえばいいのに面白いのに私が途中で死んじゃっても困るわけですね。よねだから森永卓郎特別対策チームが今発足して老舗さんも含めてどうやってやるかっていうのを慎重に検討してるんですけど私もですねもうちょっと降りられない状況になっちゃったなと思ったのはあの地下鉄乗って日が 関市銀座の駅で、うん、あの待ってたんですよ電、ね、車、うん。たら見知らぬおっちゃんが寄ってきて、うん、私の肩、ポーンと叩いて、うん、ライズアップ頑張いう、有名になっちゃった、これも。もうここまで世間に知られてると、えーね、あの途中リタイアできねえなねまあ3キロはね、うん まだけどこっからだよね。っから落ちなくなるんでから最終はここブクブクだからすぐ落,ちすいす落ちやすいんですよね最終目標は何キロで、ね？うん、何キロ落とすの？のすいやえっ、ー、とこれ私の個人的目標は、うん、えー、体重二十キロ減、うん、ウエスト四十センチ減っていうのがじゃあだいたい七十キロまで落としてくる、はいく。急、はいで,ね、ですね。はい。あれでコ,コーヒーも あの最初のうち、あのー、砂糖を入れないで、ね、飲んでたらもう飲めなかったりするわけだけど俺の友達なんか砂糖ほんのちょっと入れるって全然分かんなかったのがやってるう,うちにほんのちょっとの砂糖の味が分かるようになるんですね。 私ですね新しいコレクションが始まってガムシロップと砂糖のコレクションっていうのをすることにしたんですよ。そうするとそれはコレクションなんでカバンに入れて持って帰るので砂糖入れずに済むっていう。なるほど いや別に持って帰んなくてもいいあちこちでいろんな砂糖とかガムシロップがあるまあありますけどねその中で耐えるわけね大変だねおいしさちっちゃなガムシロね蓋開けて飲まないようにしないとねほんとほんとういっちゃったらおしまいですからはいということで本題に入るとですね 大竹紳士講説録月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。はい、毎度ということでですね。先週からあのライザップまだ筋トレはこれからなんですけども食事制限はスタートしてしましたか。したんですよ。今何キロ落ちましたか。えっと先週から三キロ落ちました。すごいね。三キロまだね見た目には分からないけど見た目は多分あんまりでもなんかちょっとすっきりしたなって気をします。そう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 テレビにテレビに出てあの音声さんがマイクを シャツの中につけてくれるんですけどあっ森永さんマイクが通りやすくなりましたんで出ツにやっててマイクを通すのがなかなか難しかったちょっとへこんだのな見た目はね大したことないけどねでも実際に3キロってたらとんでもないですごいお肉で見たらすごいですもんね3キロってそうそうそれでねライザップがね心配して今先週徹底的な健康診断っていうのをやってもう MRI から CT スキャンから全部調べたんですよ したらですね、そ <laughs> の CT スキャンってこう輪切りが全部見られるんですね。お腹の輪切りを見たら、ちょうどあのお肉屋さんに霜降り牛肉を置いてあるんですかあれと同じ状態になってて、<laughs> あの体の。<laughs> ほぼ全部分が内臓脂肪っていう状態になっていてですね外側と中側と両方にあるわけあ<の>脂肪が輪切りで見ると下脂肪があってちょっと筋肉があるんですよ、うん、薄く、うんうん、であと全部内臓脂肪う、ね、もうほぼ脂肪でできているんだっていうのがよくわかりましたねもうペンギンでもこれだけないんじゃないか中 <laughs> リタイヤできねえなな 三キロはね、まだいけどこっからだよね。から落ちなくなるんで最初はこうブクブクだから。落ちやすいんですよね。最終目標は何キロで？何キロ落とす？最いや、えっとこれ私の個人的目標は体重二十キロ減、ウエスト四十センチ減できるのが、じゃだいたい七十キロまで落としていく。九十ですね。はい。あれでコーヒーも。 あの最初のうちあの砂糖を入れないで、ね、飲んでたらもう飲めなかったりするわけだけど俺の友達なんか砂糖ほんのちょっと入れるって全然分かんなかったのがやってるう,うちにほんのちょっとの砂糖の味が分かるようになるんですね。ああああ敏感にななっってくるっててくますすよねね<ー>、はい、私でで、ねうん、初めてのケースか 途中危険がもうできないわけですよダメなんだだから訴えられるもんね訴えられちゃえばいいのに面白いのに私が途中で死んじゃっても困るわけですよねだから森永卓郎特別対策チームが今発足してお医者さんも含めてどうやってやるかっていうのを慎重に検討してるんですけど私もですねもうちょっと降りられない状況になっちゃったなと思ったのはあの地下鉄乗ってで東 銀座の駅で待ってたんですよ電車たら見知らぬおっちゃんが寄ってきて私の肩ポンと叩いて「ライズアップ頑張れよ」っていう有名になっちゃったこれもうここまで世間に知られてると取ったっていうぐらいで 3kg 落としたので苦労したんですか をめたんですよでもねすっごい新しい発見があって私生まれてこの方飲み物はジュースかコーラじゃないと生きていけないんだと思ってきたんですけど今の水とかお茶とか水とお茶そうそう水とお茶でも意外と普通に生きられるんだっていうのが発見できたってこんなにジュース飲んでたのすっげ飲んでましたね日 ゴロポノみたんじゃないなね。良、えー、かったじゃないですか,よかった、ね、やめあ、だからなんか、うん、こう普通になったっていうのかもしれません。ね、だからでもなぜかってもこう、うん、先にコマーシャルに出るぞっていうのを発表したのは。うんうんうん